はい、ということで今日は実家に帰省してまーす。ぷーちゃんが主役です。ぷーちゃんということでね、いつもはチャチャとマロンなんですけど、コウがね、私飼っていた猫ぷーちゃんが、主役です。実家にたまに持って帰ってたんだよね。どこ行ったの？それでもう俺が大学の2年生ぐらいの時にぷーちゃんを飼い始めた。ぷーちゃん飼わすのうまいでな、気をつけるけど。めっちゃかわいいの、やばい、愛せる。ぷーちゃんかわいい。ぷーちゃん偉いでね、壁とかで壁紙詰めとき死んし、絶対ね、ガッてね引っかいてこう、お腹触ってみよう。いくら触っても大丈夫、お腹も天国やわこんなの。でね、めちゃくちゃね匂いがいいの。そしてやっぱさ、うちはさ短毛の子いないじゃん、長毛でしょ、2人とも。だからね、なんやろ、この新鮮っていうかさ、この新しい、この新感覚がたまんない。何しよう、ぷーちゃん。あ、帰る？帰ろうとしてる、でさ、最大の特徴としてはさ、うちの猫と比較したときに、あ、入ってた、ぷーちゃん入ってた。靴下と、あのマフラー巻いとるってことやな。そうやで、あったかくしとる最近。そこはぷーちゃんはね、周りの反対をね、すべて押しのけて買ったんだけど、たまにね、こう実家にね、預けに来るとね、すごい親がね、可愛がってくれるから、ま、今のね、東京の方にはぷーちゃんは持ってこずに、まあ、ね、親にね、もうこっちの方が絶対にぷーちゃんにとってもいいってね、確実に分かるんだよ俺は。まあ、苦渋の決断やったよな、それは。今家1階からさ3階まで行けてまうし、ここの家だとずっとさ家にいるわけじゃん、自由だから親は。で俺は外に行ったりしててずっと構ってあげることできないから、で俺はぷーちゃんのことも考えた時にこっちに寄った方がいいなと思って、だから実家にたまにね帰省してきてぷーちゃんをね慣れてあげるっていう感じです。ひろもとちゃんと区別つくかね。あー気持ちいいんだ。いきなりグイッてやるね。待っとるでね、そっちで。いつもここ来れる場所じゃないんだけどさ、そこの透明のガラスのとこあるじゃん、ぷーちゃん行ける範囲と行けない範囲のとこ、俺が帰ってきてね、たまさまそこにヒュッて上がってくるとさ、ガラス越しに待っとるんやって、ぷーちゃん座っとんの。たまらんちって言っとるか。ぷーちゃんとさ、チャチャマロンと何が違う？体格。体格。ビビリやな、この子。ビビリじゃないよ。ビビリだろ。ベッドの下に入っとったやん、さっき。じゃあだから、テリトリー以外は嫌なんやって、ぷーちゃん。いつ的に襲われるかわからんや。ぷーちゃんは自然界に座ったんやって。一度は自然界に出た。だから本来は、だからそういう脅威があるっていうのを知っとかなぷーちゃん知っとらないで、ベランダに出るから朝出してもらえて、お母さんとあんに、で、スズメとかとちょっと見合っとるんや、ぷーちゃん。よく泣くな、ぷーちゃんは。ぷーちゃん、なーによこの子は。ぷーちゃん、じゃあこうやってさ、よく泣くでさ、会話できるんやって、ぷーちゃん。何とかわかるんやって。ぷーちゃん、遊ぼう。ほら、あ、割と俊敏っちゃ俊敏だね。そうだよ。あとぷーちゃんはね、寒いじゃん、毛が短いから。寒そう。だから布団の中入ってってね、一緒に寝るの。そこは大きな違いじゃない。あれかじっとる。かわいい、立つやん、立てるやんか、すごいやん。基地に帰っていったぷーちゃん、基地に。ということでご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらぷーちゃん、ぷーちゃん、分かった分かった、ぷーちゃんが可愛いと思った人は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。めちゃくちゃ貴重なね動画ですから、この実家に帰った時にしか、ぷーちゃんの動画撮れないっていう、めちゃくちゃね、可愛かった。本当だから、みんなにも、まあチャチャマロもそうだけど、見したいよね。